はいどうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあということで今回はもう間もなく突入シリーズ2解説やっていきたいと思います。はいということでいよいよですねシリーズ2の、開幕が迫ってきてる今日この頃でございます。侍ジャパンあたりから始めたようなんていう人はですね初のシリーズ1から2への移行に、なるかなと思うんですが、結構毎年ねやってるよって人でも、基本的には同じ流れではあるんですけど意外とね忘れてしまいがちなところもね、あるかなと思いますので、今回はですねシリーズ以降で変わることだったりとかまたそれに向けた注意ポイントなんかを、解説していこうかなと思います。ぜひねシリーズ以降思い出しながら初めての方は新鮮な気持ちで、見ていただけると嬉しいですということで早速本編どうぞ。さあということでですね早速、まずはシリーズ2になると変わることの解説から、していきたいなと思います。まず一番大きなポイントはですねスピリッツが100アップします。これ去年のシリーズ2がですね、通常4100だったんですがもともとシリーズ1が4000ということで100上がっていることがわかるかなと思います。で今年の流れでいくと、4300の通常が出ているので、2023のシリーズ2というところは4400になります。でセレクションに関してはねその4400でもすでに出ているっていうところなんで、相変わらずやっぱり強いよねと、最高スピリッツでねある期間が非常に長いというわけでございます。で続いてですね2つ目第2特殊能力が○○回になります。この東選手ですね、シリーズ1これちょっとタイムスリップなんで比較としてあれですけど、シリーズ1だと特殊能力はね、第2特殊能力普通のキレになってるかと思いますが、これがですねシリーズ2だとキレ回、もうシリーズ2の選手は全員ですね第2特殊能力に○○回がつきます。でこれはですね効果的な部分も、強くなりますしまた発動率っていうところがね、上がるというところになるので、そこがですねシリーズ2の、大きなメリットになってきます。であとはですねなんといっても、3つ目前半戦の成績をもとにステータスが、変わります。もちろん変わる選手変わらない選手出てきたりはするんですが、やっぱり活躍してる選手は上がりますし、ちょっと成績を落としちゃってる選手なんかはシリーズ2出た時に下がるというね、形になっています。でですねシリーズ2が解禁されてから完全移行、ちょっとまた細かくねこの完全移行って話をしますけど、この完全移行と言われるタイミングまではですねシリーズ1とシリーズ2の両方の選手が輩出されます。なんでシリーズ2が開幕してすぐはですね同じ選手が2つ出てる状態になることもあると。例えば去年だとそうだなシリーズ2の序盤で出てる選手でじゃあ佐野選手とか佐野選手なんかは、3番目シリーズ2の3番目に出てたんで、シリーズ1の、この佐野選手とダブルで出ている、時期なんかもありました。これってねなかなかシリーズ1の期間じゃありえないことなので、最初ね、初めてシリーズ2迎える方は戸惑うかもしれませんが、正常な、毎年の状態でございます。で、さっき完全移行と話をしたと思いますが完全移行が行われた後はですねシリーズ2の選手のみが輩出される形になります。でこの完全移行がいつなのかみたいな話はちょっとまた後ほど、この動画の後半部分でやります。でラスト6つ目、ここもねかなり大きなポイントにはなるんですが毎月ねこのシリーズ1の期間はタイムスリップが登場になっていたかなと思うんですがシリーズ2ではですねこれがタイムスリップではなく OB になります。このタイムスリップと OB の違いとかねあんまり最初の方分かってないっていう方も多いかなとは思うんですけど、一番まず知っといてほしいのはシリーズ1で出るのがタイムスリップシリーズ2で出るのが OB、まずはここをね、しっかり認識しておくことが大事かなとは思います。はいということでですねここからは今年のスケジュールはどうなるかというお話を、していこうかなと思います。でこのシリーズ2への移行をね語る上でやっぱり重要になってくるのはこのミキサーの終了日ですね。今年はですね今、ミキサーが残り28日と20時間ということで、9月の1日金曜日に、終了することが濃厚になっています。ということはイコールで、シリーズ2の最初の登場はこの9月の1日に、ねなることが、予想されますと。もうこれは例年の流れとしてもうお決まりの形になっています。ただミキサーの終了日がですね多少なんか修正されてずれるっていうこともたまにあるので、あくまでも現段階ではっていう感じになるんですけど、おそらくここで、ほぼほぼ確定かなとは思います。でさっきも言いましたがそこから完全移行まではですね、シリーズ1とシリーズ2の選手両方出ます。でその完全移行がいつなのかっていうとですね毎年11月頃11月の下旬頃ですねに、なります。大体3週目か4週目かどっちかっていう感じであるんですけど、確か2年前ぐらいのシリーズ2開幕日は9月の2日今年の予想スケジュールと1日違いなんですけど、それで確か11月の25日とかだったかなだったので、まあほぼほぼ似たようなスケジュールになるかなと思いますね。はい、ということでですね、じゃあ続いてシリーズ2開幕までにやるべきことはということでいろいろとお話をしていきたいなと思うんですが、まず1つ目はですね、契約書を貯めておくことですね。まあこれ残り日数が持ち越せるものに限るっていう感じにはなるんですけど、もう今ここ最近でここ2日間ぐらいかな、8月に入ってから受け取れてる契約書に関しては契約書を持ち越せるという形になっておりますので、まあ、そこは、貯めておくとね、シリーズ2いきなり引ける可能性もあるっていうところであるんですが、まあ、ただ例外としてはですね、純正最強決定戦をガチろうと思ってる人とか、またスタミナ2分の1ですね、ちょうど今日かな、お知らせが来まして、ここは開催になるよとなったので、まあ、とりあえず早く引いて育成しちゃいたいみたいな人は、まあ、引いても OK かなと思います。でね、この契約書で言うと、去年は8月の15日にですね、S ランク 10% 自チーム契約書 ×10 っていうめちゃくちゃ紙配布があったんですよ。なんで、まあ、それをシリーズ2まで持ち越すか否かみたいなところが結構いろいろ人によってね、分かれてたところだったと思うんですけど、今年はね、今のところそれの配布がなさそうなんですよね。一応あれ確か銘打ち的にはセレクション登場記念みたいな感じだったのかな、なんか Twitter でアンケート取ってこれになった記憶があるんですけど、まあ、それがないんですよね今のところ。ただ今年もこの18日からハテナハテナハテナっていうね、まあ、キャンペーンもあるので、まあいろいろね憶測は出てるんですけど、まあ、もしかしたらここがね、去年のこの自チーム契約書配布とかの代わりになる可能性もありますね。で、まあ、貯める契約書系としてはですね、やっぱり S ランク系、S ランク契約書はもちろん S ランク自チームとか、また S ランク 10%、30% とかっていうところと、まあ、あとはゴールド契約書あたりは、まあ、貯めておいてもいいかなとは思います。ただまあとはいってもね、開幕後すぐにシリーズ2を引くのはなかなかに難しくて、まあほとんどの人が引けないんで、まあもちろんシリーズ2をね、最速で引きたいって人は貯めておいたらいいと思うんですけど、まあ、シリーズ1でもまだね、全然オーダー入るなーみたいな人なんかは、まあもう引いちゃってもいいかなとは思います。まあ、ただ逆に欲しい人が今特にいないっていう人は何も考えずね、貯めておくのがいいかなと思います。はい。で、続いて2つ目はですね、シリーズ1での欲しい選手の確保です。まあ、シリーズ1がね、出なくなる完全以降まで、まだ時間はあるんですけれども、やっぱりシリーズ2とか登場していけばいくほど、どんどん確率は下がっちゃいます。で、まあ、球団によってはね、その、シリーズ1で出てるけど、シリーズ2では出なそうだな、この選手、みたいなのもいたりすると思うんですけど、まあ、そういう選手なんかはやっぱり早いうちにね、狙っていく必要があるので、まあ、なるべく早めにね、手に入れておきたいというところではあります。ただ毎年ですね、周年の福袋、10月11月ぐらいに出る、ガチャがあるんですけど、まあ、そこで選択契約書っていうね、まあ、1年に数回しか手に入らない選手を自分で選んで取れるっていう契約書がね、ついてくるんですが、まあ、そこでもシリーズ1の選手取れるので、まあ、一応そこで狙うっていう方法もあるよっていうのは、ここでお伝えしておきます。まあ、詳しく知りたいよという方はぜひ過去の動画見ていただけると嬉しいです。で、続いて3つ目はですね、エナジーを貯めるです。まあこれはもう当たり前だよねって話かもしれませんが、まあ、シリーズ2はですね、シリーズ1に比べて本当に特別ガチャが多数登場します。で、これ去年のシリーズ2の主な特別ガチャ一覧がこんな感じなんですけど、めちゃくちゃ来てます。OB ガチャ、ワールドスターガチャ、イチローセレクション、アニバーサリーガチャ、スパークコラボガチャ、ダルビッシュセレクション、ジュニアトーナメント、さらにタイトルホルダー、2006、2009、2023の WBC3 連チャンというね、まあ、怒涛の、ガチャ更新が、あったわけでございます。これ通常は一切入れてないですからね、特別レアリティだけでこんだけ出てると。で、まあ、特にここ2年ぐらいはですね、もうシリーズ2に怒涛の更新が来てまして、本当にね、いくらエナジーあっても足りません。うん、なんで、まあ、特に、まあ、無課金美課金の方なんかはもう今からね、計画的に貯めておくことをお勧めします。で、ラスト4つ目はですね、不要なミキサーをしないです。はい、まあ、これなんでかっていうと、毎年シリーズ2にはですね、年に1回の交換会イベントっていうのがあるんですよ。で、この交換会がどういう内容なのかっていうのを知りたい人はぜひ過去の動画を見ていただければと思うんですが、まあ、その交換会も自分もね、当然 S ランクの選手を出さないといけないので、結構あるあるなのが、そこまでにミキサーとかで溶かしすぎちゃって、そこで出す S ランクがないっていう人が結構出てくるんですよね。で、そうなっちゃうとめちゃくちゃこのイベント楽しめないですし、もったいないので、まあ、特に無課金の方なんかはね、計画的に、まあ、その交換会用の S ランクとか、確保しておく、貯めておくっていうのは、大事なことになってくるかなと思います。はい、ということで、まあ、以上がですね、シリーズ2開幕までにやるべきことという話ではあったんですが、まあ、最後にちょっとよくある質問をね、2つ持ってきたので、ちょっとお話をして終わろうかなと思います。まず、シリーズ2になったらシリーズ1は使えないのかっていうね、質問、特にやっぱ始めたての方とか1年未満の方とかだと、シリーズ変わったらこの選手もう全く使えないのっていうね、不安になる方もいるかもしれませんが、答えとしては余裕で使えます。はい、なんならこのゲームですね、スピ解放していけばもう一生使えると言ってもいいまあそれぐらいね、紙システムになってますので、まあ、もちろんスピリッツの差とかっていうところは、シリーズ1と2で生まれてきますけれども、まあ、リアタイにおいてもスピ100ぐらいだったら全然問題ないですし、またそのスピリッツとか一切抜きにしてシステム上で使えなくなるみたいなっていう現象は起きることはないので、まあ、よほどのことがない限りね。ないと思いますので、そこは安心してもらって大丈夫かなと思います。でもあとはですね、何かリセットされるものはありますかと、いう質問も、結構あるんですが、これに関しても基本的にはないです。グランドオープンのタイミングとかはね、いろいろ、まあ、年度が変わるんで、まあ、リセットされるものとかもあったりはするんですけど、シリーズ2開幕っていうところでは基本的にないです。まあ、リアタイにおいてもですね、今期の、ランク戦がですね、10月の2日までとなってるので、まあ、この辺とかもね、こうシーズンで変わるわけではないんですよね。まあ、もちろん勝ち星ランキングとか、まあ、ちょこちょこそういう、タイミングと、まあ、節目が重なるっていうのはあるんですけど、まあ、そこまで大きな影響が出るものではないので、まあ、何かやっておかないといけないっていうことは特にないです。うん、というところで、まあ、よくある質問2つね触れたんですが、まあ、その他でもね気になることがもしあれば、コメント欄にて書いていっていただければというふうに思います。はい、ということで以上今回はですね、まもなく突入のシリーズ2解説やっていったんですけどもいかがだったでしょうか。まあ、ぜひですね皆さんの今年のシリーズ2に期待することであったりとか、まあ、こんなガチャ来てほしいとか、まあ、こんなシリーズになったらいいなみたいなぜひぜひコメント欄に書いていっていただけると嬉しいです。ということでぜひともこの動画少しでも参考になったシリーズ2理解できたという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。